また来ちゃいました。西村屋さんです。あの激闘の激闘を制した場所です。こんにちは。久しぶりに伺いましたね。よいしょ。見てください。オルタが帰ってきてますよ。あのラーメンショーの会場でお借りしたオルタが戻ってきてます。いやいや、これおみくじ、これ会社にあったチラシじゃないですか。これ人気の、なんとこのガチャだらけの温泉に新しいガチャが今期間限定であるということでここにありましたよ。ここにありました。これですよね。これだね。これですね。人入ってる。人入ってます。めっちゃリアルじゃないですか。ノックとかしていいのかな。人じゃないのかな。反応ないですもんね。でこれ早速やってみましょうか。なんかこう聞くところによると、このガチャ村屋は六本木でもやったことがあるらしく、あの展開したことがあって、数時間で6000人の人が見物してたっていう人気のやつらしいですよ。まずはボタンを押してガチャ村屋2のマスターを呼び起こしてください。ボタンはこれかな。これ押します。ピッ、お天気ついた。こんにちは、ガチャ村屋2のマスターでございます。新しいガチャ村屋マネーの発行でしょうか。はい、かしこまりました。これ生きてた？生きてました？人かな。ちょっと端正な顔立ちっつうんですか。ちょっとかっこよくないですか。新しいガチャ村屋マネーを発行しております。少々お待ちください。はい。あ、こちらを受け取りください。はい、出てきました。ガチャ村屋マネー、お題内容は誰の心にも響かないロックンロール。これを支払うんですよね。で購入するにはその内容を私が払わなきゃいけないということですね。お人形さん機械でした。ガチャ村屋マネー、内容のお支払いでございますか。ん、はい。お客様のガチャ村屋マネーの内容は誰の心にも響かないロックンロールでは、こちらの内容のお支払いよろしくお願い申し上げます。ロックンロールを支払うっていうのは、じゃあ私がロックンロールを見せるしかないってことですよね。これから誰の心にも響かないであろうロックンロールを見せればいいということですね。はい、じゃあ行きます。待ってよ。俺のエキサイトロッケンロール誰の心にも響かない。それでもガチャは欲しいよ。それそれ、ワン、ツー、スリー、フォー、イエー、ロッケンロール。以上でございます。ありがとうございます。俺言われた。はい。なぜ誰の心にも響かないのでしょうか。やっぱり本場のロックンロールに比べたら、私が今ちょっと即興でやったやつっていうのはやっぱり響かないと思うんですよね。実際あなたの心にも響いてないわけですよね。私に心はあるんでしょうか。ないのでしょうか。
レッドは心に響いてないですよね。ちょっと響いちゃった。え、ちょっと響いちゃった。え、嘘、響いちゃいました。聞かなかったことにしてください。聞かなかったことにしてください。私はこちらの内容が正しいものでないとガチャ村屋マネーを受理することができます。むずちょっと、え、ダメでしたってことですね。誰のっていうのは私もそうだし、本当にみんなの心に響いちゃいけない。困ったな、ちょっとこれ手突っ込んだらちょっとガチ取れないからロックンロールであればいいんですよね。じゃあ本当に心を無にしてロックンロールって言います。いや、どうですか。だってロックンロールっていう単語ですかね、響かない。ちょっとやってみます。ロックンロール、ロックンロール、ロックンロール。以上でございます。以上でございます。お客様が心を無にしたら世界中の人に誰一人響かないのでしょう。この動画が公開されたと、皆さん、万が一のために申しておきますが、心が響いたという書き込みは書かないでくださいと言っといたので、響くことはありません。しかし、こちらの内容とお客様のご用意された内容が合ってしまったという時に、はい、心は感動してしまうのか。もう分かんないよ。分かんないです。ちょっとどうする。ガチャもらうの難しいね。難しいですよね。今まで結構もらえた人いました？はい、はいって言ってくれたこれ本当に発想力と論理性と本当に試されますよね。ちょっと直感型の自分にはなかなか難易度が高い、まあ、直感もひらめいてはいないんですけど、これなんだ、じゃあ何も持ってないでしょ。もうダメです。もうできない。もうダメだ。どうしよう。電源切りたい。どうしたいですか部長。諦めんの。もう取れない。あれ、え、入った全然ガチャが出てこないんです、はい、困ってるんです今、はい、ちょっとどうしたらいいですか。全然この誰の心にも響かないロックンロールっていうお題が説得できなくて、はい、困ってて、もう電源切ろうかなって思ってたんです。お題は何でしたっけ。誰の心にも響かないロックンロールです。ロックンロールっていうのは、はい、言葉なんですよ。言葉です。はい、ですんで、どこの言葉でもない言葉で叫んでみてください。どこの言葉でもない、はい、どこの国の言葉でもない言葉で、はい、適当に叫んでみてください。それは、あ、はい、なるほど、はい、ハギニャオイタカハギニャオイタカハギニャオイタカそうですね、そういうの。ただいまのはロックンロールであったのでございますか。今のはロックンロールですね。ただ言葉がわからないので誰の心にも響かない。
他にはどのようなロックンロールがございますか？響かないロックンロールですか、はい、他に あちぇい、あちぇい、あちぇい、あれ、あちぇいってなるじゃないですか。以上でございます。はい、はい、いけそうだ。あちぇいはどのような意味なんですか？わかんないです。だからみんなえってなるんですよ、はい、急にあちぇいってなって、えっていう。今の私が披露した2種類のロックンロールは、はい、もう違和感先行しちゃって、はい、誰の心にも響かない、ではこちらのガチャムラヤマネーを受理させていただきたいと思います。ありがとうございます。タコ坊主さんのおかげで受理されました。最後にこちらからお好きなカプセルをお選びください。どれがいいだろう。じゃあ青の、はい、この間激闘だったのかな。こちらの中にロックンロールが、あら、わーすごい。見てみますか、はい、じゃん。ちょっとマトリョーシカかよっていう。そしてガチャの何が入ってるんですかね。なんでしょうね。やっとゲットしたロックンロールは、ちょっとこれはですね、やっとゲットしたんで内緒で私が後でゆっくり見たいと思います。皆さんもぜひ試してほしいって言っちゃうとないんだ。そうですね、これあの期間限定でここにいたみたいなので、この先もいろんなところで登場するそうなんです。なので街で見かけたら皆さんもぜひチャレンジしてください。これ本当難しいです。ということでガチャをいただきましてありがとうございました。では最後にボタンを押して電源をお切りください。はい、ありがとうございました。ご利用あり、またやってもうた喋ったのに切ってしまいました。すごい、これがガチャムラヤ2でございました。